500ml です。でもパパはこれです。1リットル。え、待って、パパ、うわー、お茶臭い。13、14、15、わー、上に飛ばします。はい、9。あったかいでしょ。10。あったかくなる。じゃあお願いします、あきちゃん。はい、よし、じゃあパパのでかいバージョン、でかいバージョンでやってみましょう。じゃあなんかシュって言ってる。25、26、破裂、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあいくよ。はい、みなさんこんにちは。こんにちは。今日は超飛距離ペットボトルロケットキットでロケットを作ります。ます。ちょっと危険かもしれないから広い公園に遊びに来てます。はい、誰もいないからさっと作っていろいろ遊びましょう。はい、はい、パパたちが用意するのはクッキーで500ペットボトル500ml です。でもパパはこれです。1リットルの。ないかよ。あなたたちは危険だから500ml。良い子は真似しないでね。これだよ。絶対真似しちゃダメだよ。でっかい方はダメだよ。でっかい方はパパ、お父さんお母さんたちかな。いや、もうお父さんお母さんでもダメ。早速作っていきましょう。はい、はい、ちょっと開けましょう。まず、はい、中には何が入ってましたか。装飾シールと、うん、クッション、クッションジョイントと翼と、うん、翼ジョイントと翼、はいはい、あとは発射口、ボトルキャップ。わー、超楽しみこれ。開ける。まずは、うん、この黄色いクッションと、うん、この丸い形をしたクッションジョイントを使う。青い装飾シールで固定する。じゃあ、はい、じゃあ、あれでもこれロケットみたい。ギューってセントだ。ペットボトルの底にクッションジョイントを取り付けて装飾シールで固定します。一周巻くように固定します。はい、白いところがクッションジョイントの部分になって、色がついてるところはペットボトルかな。装飾シールをね、固定に使うなんね。いいアイデアだよ。つなげてやるの。完成。くるくる。で、予備で1枚余るみたいですね。次はこのクッションジョイントの上にクッションを乗せます。ビョーン。水を5分の1入れるとよく飛べるらしい。多くても少なくてもいけないってことよね。ペットボトルの5分の1まで水を入れます、うん、じゃあ後ろに川があるから5分の1水入れました。翼は後での装飾みたいな感じで後からつけるらしい、うん、はいはいはい。ぐるぐる。あとは空気を15回入れるのかな。わー、いやいやいや、今こうクッションを入れてたんだよ。できました。イエーイ。はい、で次は空気を入れるだけ。え、羽はつけてみようか。羽つけようぜ、せっかくだからさ。羽ジョイントと羽、絶対羽があったらかっこいいってば。勝ち。はい、うわ、かっこいい。さあ、ちょっと空気を入れるだけ。さあ、どっちから飛ばす。え、これでそう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 、カシャってするんでしょ。そう、うわ、怖え。で、これを空気を入れるだけ。15回。残念、バク。この空気入れじゃ空気が入りません。無理やり入れました。なんとかね、無理やりやってみました。はい、はい、じゃあ早速飛ばしてみましょう。はい、はい、飛ばします。うわうわうわ。そんなもん指定されてるね。空気入れじゃないと飛ばないね。はい、場所変えました。場所と日付と時間も変わりまして、と空気入れ買ってきました。はい、もうこれでバッチリです。バッチリと思ったんだけど水を忘れちゃって、お茶で飛ばしてみます。でもお茶だったから分かりやすいんじゃない、色が、うん、準備万端でございます。ええ、ブクブクブク、ま、え、待って、パンパン。ちょっと試しに。じゃあ今のやり方でいいのかな。お茶お茶臭い。1、2、3。あ、やっぱ暖かくなってる。うん、4、13、14、15。わー、上に飛ばします。はい、わ、結構飛ぶね。え、え、どこ行った。すげえ、相当飛ぶね。勢いよすぎて羽飛んだよ。あ、バラバラ
バラバラ。真上にしたの、カーテン。真上。結構真上で、あっちに飛んでたね、うん。かなりの距離行ったよね。あったかいでしょ。あったかくなる。面白いこと。15。はい。上に上げる？うん、パパと同じ方向。じゃあお願いします、アキちゃん。はい。おお気持ちいい。上にやった方が飛ぶよね。うん。ね。面白い。よし、じゃあパパの。でかいバージョン。でかいバージョンでやってみましょう、じゃあ。イエーイ。頑張れ。2倍。今までのがこれね、500。ね。ね、パパは大人だから。500でもすごい飛んでたよね。1リットルだとどこ行く？はい、どこまで飛ぶか。1リットルはどこまで行く？実験です。良い子は絶対に真似しちゃいけません。はい。悪い子は真似していいということでありません。そう、絶対誰も真似しちゃダメです。30回。わかりました。あそこ15の倍だから30回。やりたいやりたい。怖えな。1、2、3、20。怖い。22。なんかシュって言ってる。25、26。破裂。29。破裂。30。わっ、怖っ。バックハ。あなたたち怖くないの？え、怖くない。パパが飛ばすから。あれ。じゃあ行くよ。はい。めっちゃ飛んだよね。そうでもない。でもさっきの上向いた方が飛んだかもしれない。あ、本当。パパキャッチする。あ、キャッチね。今の見る限りじゃ、これパパ掴めます。そう、じゃあやかのちゃんが、はい、飛ばしてやろう。いきます。はい。え、あーやばー。すげえ。取れてたかわからんくらい、どこ行った？すごいよね。どこ行った？向こうのね、道路どれの真ん中行った？取ろうと思ったんだけど、ちょっと無理だよね、あれ。あそこの道路まで道路のど真ん中だよ。皆さん見えないしか、家の向こうの道路に落ちてました。はい。しかもカーンって言ったよね。すごいね、全然無傷です。すげー。破裂はい、してるかな。いくぞ。どうでしたかなさん、ペットボトルロケット。1リットルのが遠くまで行くのがびっくりした。あ、アキちゃんどうでした？破裂したらどうしようって思った。いや、確かにね、破裂の危険性があるから絶対皆さんはこういうことはしないように。はい。でも威力は増しました。全然違う。次は2リットルだろうね。いや、とにかく飛んだね。うん、面白い。これでルールを守って遊ぶと絶対面白いと思います。濡れるのが嫌な人はさ、空気だけでも楽しめるからいいよね。あ、そうなんだ。水をやったら遠くに飛ぶ。特別な訓練を受けてるパパだから、こういうね、今回のようなことはできたけど、もう絶対に真似はしないでください。人に向けては絶対しないでください。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバーイ。あのね、後からスピードが速くなんだよ。そう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 。